やー、見事に直しました。ね、ん？だから。何それ？ん？あのほら、群馬さんからもらった2トンタイタンのダンプの、うん、あのブレーキのライニングだよ。ああ、ドラムブレーキのやつ？うん、そうそうそう。で、ブレーキが効かないということで、うん、まあブレーキオイルがなかったんだよ。入れたのがなくなっちゃって、結局このこっからさ、ブレーキオイルが漏れるようになってたんだよ。どっから漏れんの？いや、ほうほうほう。これペダル、ブレーキペダル踏むと、うん、これがキュッと伸びて、うんうん、このほら、ブレーキのドラム、あ、これにあのこのあれがさ、グッと開いて、うんうん、ブレーキかかるようになるわけだ。ああ、そうですね、うん。だけどここから油漏れてたから、うんうん、ね、もうツルツルで、ほらこの上にほらライニングがついてるわけないけど、全部なくなって、あ、そうだよね、うん、あのなんかそうだよね、うん、え、もうそのまんまだったんですか？うん。とうとうあのブレーキ動かなくなったんだよ。だ、嘘でしょ？え、初めて見たわ、正直。あのここまで完全にすり減ってなくなってんのって、うん、全然止まるわけねえじゃね。油だらけになってね、油だらけになって、これはあのほら、あのまるっきりもう全部なくなってさ、ほら止まるわけねえじゃね。だからここから油漏れてんだから、ブレーキオイルが、うんうん、ね、で油だらけでうわーってなったから、まあうちはあのタイタンのさ、いろんなものが残ってるんだよ、うん、昔のほらあのね、ね、うんうん、いろんなのが残ってるから、まあこれを向こうの方から引っこ抜いてきて、そっくりこのなんだこれをもう一回こうこうなったんだけど、はいはい、ね、こうなったのをもう一回ね、やり方わかんないけどやってみて直しました。やり方わかんないって、どうやってじゃあやったんですか？いうところ。見よう見まねじゃなくて。見よう見まねでバラして。要するに、わかんないけどやってみるとわかるんで。うん。ね？うん。ダメってことはないんで。うん。うん。やり方とか、で、これもほら交換したから。ね？うん。それが何？もともとついてたやつ？うん。これがさ、中に入って、うん、このベアリングがあって、ガラガラ回りながら、こっちブレーキ踏むと、うん、これがキュッと広がって、うん、ここに擦って、うん、車が止まるんじゃない？ダンプが、うんうん。これがもうブレーキが全く効かなくなる状態だった。すごっ。こう。やれば、いろいろと覚える。やればできる。ね。でも、吉沢さん、初めて見たでしょ？え？あの、パッドがないって。うん、そうそうそう。いやー、もう、あれってさ、ねえ、油だらけになって、ツルツルになって、止まるわけねえじゃん。いやー、もう、あれだ。うのさん、ありがとう。ありがとう。ね、いろいろ勉強になります。ね、で、どこにつけたんですか？それ。いや、だから、こっち側か。あ、こっちだ、こっち、こっち、こっち。こっち。全部タイヤ抜いて、うん、ボート外して、うん、で、ブレーキドラム引っこ抜いて、うん、ね。で、あれで、ちゃんと今止まるようになった。見て、このタイヤなんて、ほら。やばいじゃん。いや、でも、まだ使えるんだよ、多分。ね。多分なの？うん、だから、バーストしたとき、また別の持ってくればいいんじゃない？まだ動くってこと。またそれか。うん、ね？で、バッテリーはさ、もうセットで新品にしました。あら、うん、素敵、うん。でね、今回これを作ったんだよ。ね？ほら。なになに？お！お！ね？ちゃんと。やっぱりあった方がいいだろうと。ね。あとこうやって、さあ、足、ね。年だから。前なかったもんね。うん、作ったんだよ。ね。やればできるまみちゃんなの。ね。
ないものは作ればいいんだろ。あれドアはまだ相変わらず。よいしょ。ドアは上に落ちた。ね、いやいやないものは作ればいいでしょ、うん、だけどさこれやっぱりもともとさこれもうこうだからこう揺れ動いてんだからこれねドアいじくとほらこの柱がさこう揺れてるじゃんちゃんと閉まるわけねえだろやっぱりね原発事故のせいだよ、ね、13年も外で雨ざらしに置いといた古いダンプはやっぱりこうなっちゃう。うん、ね。で、やっぱりさ、こっちが今度つけようかと思うんだ。やっぱりこっちね。ん？何を？ほら、こっち。ね。うん。いろいろやったけど、ほら、ないでしょ？あ、ない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 。あった方がいいよな。そうだね。うん。あった方がいいんだよ。だから、ほら、うちこっちもないな。あ、本当だ。うん、ほら、ないから。やっぱりあった方がいいんだよ。で、このダンプはさ、あれそっちも？え？こっちは閉まる。で、さ、このタイタンはさ、パワー捨てがないんだよ。うん、ないね。うん。で、パワーステアリングがあるんだよ、こっちに。これ、バラしたんだけどさ、タンク車。バラしたんだけど、こっちにね、ファーストがあるんですよ。あれ？どこ行ったかな？ん？この辺は？これだ、これだ、これ。ほら。これ。え？それがファーストなの？いや、ファーストの要するに、ポンプじゃなくてさ、ここにハンドルがほら、差し込まれるんだけど。うん。ほら。今なんかモコモコってなんか水出てこない。いやいや。これファーステのほらなんだポンプじゃないなんだここにハンドルの軸が差し込まってこうなるからこれ乗せられるんじゃないかとでねすごいダンプなんだけどさハンドルすごい重いんだよ小回り引かないんだよ、うんうん、でこういうのつければさうぬまさんのタイタンがパワーステになるってうん軽くなんじゃないのと前でもそれできねえとかなんとか言ってませんでした。え？できないとか。いやだからあっちのとニコイチで作るとか、うん、ありじゃん、うん。エンジンはうまくないパワーだけど、うん、まだ向こうにはパワーステついてたよ。うまさんのところには。あ、そう。白いタイタン。あ、白い方はね。あっちはパワーステついてた。でもあっちもダメなんでしょ？エンジンが。うん。うん、いや苦労するね本当に。なんかさ。見て、この、ほら、よそから持ってきた、燃料、ローリーのあれ、こんな錆びて、これね、温泉街で使っていた、燃料の、ローリーなんだよ。温泉街っていうのはさ、ほら、うん、そうね。やばいガスがあるでしょ硫化水素の。うん。硫化水素、ほら、硫黄の、ほら、ガスが、ほら、蒸気についてる。だから、こういう風になっちゃうんだよ。というか、もともとここにいてもなんかなってんじゃないの？いやいやいや、よそからさ、格安で引っ張ってきた、ね、ほら、登別プロパンって、登別の、登別、北海道か？はぁ、あ。わざわざこっちに来たの？ね、いいよ、これは、小高のさ、スタンドがさ、なんか、ネットで、お、安い4区の、ローリー見っけたってんでさ、ここをなんか、ほら、加工して、うん、隠して、インターネットで、ね、うん、出てたんだよ。ほう。で、スタンドの社長がさ、あ !4 区で、こんなに安い車があるって買っちゃったんだよ。うん。で、持ってきたらさ、いやー、従業員から、クソにする文句言われてさ、うん、社長、こんなひどい車買ってきて。でそれを、俺が牧場で使うと思ってさ、これ持ってきてる。なんだけど、これ錆びてるでしょ？いや、だからさ、これで燃料タンク、ちょっと 大きめの、ね？いろいろ重機も増えてきたから、うん、こういうところに安い時に燃料をさ、うん、
あれだ、運び込んで、これに蓄えておこうと。うん。思ってばらしてみたんだけど、うん。こうなんだよ。どれどれ。見ろよ。ねえ。使えると思う、こんなの。もう、ダメじゃん。いやいや、うん、本当にそうだね。これなんかタンク、そこ、そろそろ穴開くんじゃないかって。穴開くでしょう。やばいんじゃないのと。何やってんのと。だってバカじゃねえの。ほらほらほら、見て見て、行くよ。これ絶対折れるよ。うん。ほら、柔らかいもん。でもさ、このタンクは俺丈夫だと思うんだよ。ところが下見るとさ、こういうとこ、大丈夫なのかって感じでさ、心配なんだよ。いや、ダメじゃない？そういうこと言うとから、それは全部ダメなの。うん。ね。で、また燃えるんでしょ？それで。うん。だからそこでよく考えるんだよ。うん。本当にどうなのか。ね。これ、タンク持ってってさ、ほら、買ってくればいいんだよ。軽油なんか、ね。そういうなんかほら、大量に直売りするところあるじゃない。うん。あるんだよ、郡山なんかに。うん。ね。うちの演牧場なんかではさ、こういうタンクを持ってって、アルミのタンク、うん、持ってて、直接買ってくるわけだ。うん。ちょっと安く買える。うん。うん。配送料ってのを、すぐ取るから。うん。じゃない。やっぱりタンク持ってって入れてもらう。でも、あんな錆びてんじゃ、だってつけらんないでしょ。いや、だからさ、やっぱり鉄よりアルミの錆びない、ほら、2キロのタンク。うん。ああいうの、の方がいいんだよ。うん。ね。鉄は重いし、錆びるし、ね。もう本当に20年もこんな牧場に置いてあるやつだからさ、やっぱり、温泉街で使ってたローリーはやっぱりダメなんだな、下のが。だけど、まあ、こういうのほら、鉄のスクラップとして、ね。これはやっぱり、スクラップに持ってけば売れるし。で、こっち。これなんだ。あっちの牧場にあったコベルコ。うん。いよいよね、片方の、なんだ、あれ、誘導輪って言うんだけど、うん。が、もう軸がさ、三分の一にすり減ったんだよ。それ肉盛りして、今使ってるんだけど、うん、どうもね、状況の下が、まっ平らじゃないさ、うん、こう、ごたごとしたところね、うん、そういうとこね、キャタが外れちゃうんだよ。うん、誘導輪がね、ちゃんと、位置に座ってないから、うん、こっち寄ったり、こっちで寄ったりしてる。うん、で、これを外したんだ。これを持ってって移植して、向こうのコベルコが、ね、生涯牧場のユンボとして使えるようにする。今、その計画中なの？うん、途中までやってる。あ、途中までやってんの？うん、もう、車輪外して向こう持ってたんだ、向こうの。で、だってね、この日光のコベ、日光のユンボ、20万だよ。うん。ね、20万で引っ張ってきたんだよ。うん。で、足回りね、バリッとしてるんだよ。ね。あれですよね、うちらが当時、長靴入れてたユンボだよね。うん、そうそうそう。ね。ちょっと、なんだ、ここのさ、ここの下のとこはね、いろいろ苦労して、こう、ロット式の、操作のレバーなんだよ、これ。ん？ロット式のさ、うん、古いやつだから、うん、このロットで、このいろんなあれをさ、コントロールのバルブに、うん、その、向きの切り替えなんかを伝えてるわけよ。うん、で、俺が覚えてる、その、パターンはさ、うん、小松日立のパターンなんだよ。うん、で、この日光のユンボのね、パターンがね、全然逆なんだよ、これ。じゃあ操作方法が違うってこと？だから俺の染み込んだその操作方法にこのパターンを全部変えたんだよ。うん、変えたんだ。変えたの。あ、改造したの。改造したんだ。これだからロットをこうやったりさ、こうやったりさ、
苦労してるんだよ、これ。もうみんな書いてあるんだよ、パターン。まっすぐに行ってないんだよ、このロットが。ね。それちょっと見てみようか。うん。その、ね。ちょっと、俺詳しくないな。あっちひん曲げ、こっちひっくり返しさ。ね。全部このパターン違ってるんだよ。日光のパターン逆になってんの。ね。そうなの。日立小松のパターンで覚えた人にはこれ使えないんだよ。なるほど。でも俺はね、苦労の末ね、あっち改造し、こっち改造しね、すごく今使えるようにしたんだ。わかる？わかんないでしょ。苦労してるんだよ。ね。ちゃんとさ、え、ね、これでバッテリーをさ、ウィング車から持ってきたから。何そのドヤ顔。え？ちゃんと動くでしょ。で、これに透明の屋根なんかつけちゃってさ、お、透明な屋根つけて、運転席に、こっちもうないから、乗り降りにも便利だからさ、こっちがもうガランコないから、吹き込みがあるから雨の、だからほら透明の屋根、あるでしょ？あるね。で、型は古いけどさ、ね、動きはちょっととろいし、力もいまいちなんだけど、でも、使えるんだよ。すごいね。ね。こういう牛飼いが大事なんだ。でも吉沢さんはね、こういうね、骨董品のようなね、重機を使うのがね、似合ってる。うん、そうそうそう。これを、やっぱり自分の思い通りに、リメイクするんだよ。つまり、リボーンなんだ。リボーンだ。うん、リメイク、リビルド、リボーン。なんかパターンが一個増えたね。ね、うん。これが好きなんだよ。ね。いや、いろんなやり方あっていいんだよ。うん。いろんないい機械を買えるような金があればいいし、また借金してみんないろいろほら、揃えるじゃない。うん、うん。でも、その借金でもってさ、まあ、大変に首が苦しくなる。うん。ね。借金返すために一生懸命頑張らなくちゃないって、まあそういうやり方もいいけどさ、俺は全く逆なの。うん、スクラップ、うん。ね。こんなもんでもさ、20万。ね、ちゃんと使えるようにこれみんな変えたんだから、これ。ね。ね。変えたんだよ、これ。ね。まあ結構苦労してるんだけどさ。ね。一生使える機会になるの。こういうのは。一生。うん、生きてる限り、牛飼いが生きてる限り、この機械はね、使える大事な、大事な機械になる。何台あるとも、ユンボだけで。1台、2台、3台、4台もある。ありすぎだね。え？うん、だけど俺機械大好きだし。そうね。うん。うん、新しい機械と、こんなボッコレ、ね。もう骨董品みたいなもんでも、やっぱりこういうものないとさ、いろいろ、ほら、土木作業ってできないじゃん。まあね。確かに。牛舎の汚れた牛の餌箱だってさ、わーっとお掃除する、そういうね、道具作れば、今朝掃除したんだけど、簡単に掃除できるんだ。うん。これ手作業だったらどうなんだと。大変だね。うん。ちなみに、吉田さん、雨が降ってまいりました。はい。私たちが濡れております。はい。もうカメラ濡れちゃう。ね。このユンボはね、知ってる皆さん。あれでしょ？なんか空冷でしょ？そう。ラジエーターがないんだよ。ねえ。懐かしいよね。なんかね。うん。音はうるさいんだけどさ、ね。でも、俺、このエンジンの音好き。ね、行こう。よし。雨だ、雨だ。雨、雨。今日は雨だ、午後。ここで視聴者の皆様にご案内がございます。日本画家の戸田みどりさんが10月27日から11月17日まで長野県にあります信州上田夢の庭画廊にて個展が開催されます。そんな戸田みどりさんが描く絵には心を動かす力があり、とても魅力的な作品ばかりです。そして11月9日にはお話し会が開催され、ゲストに希望の牧場代表の吉沢雅美さんが会場に来ます。
時間は午後13時30分から15時までトークショーの予定ですので、お時間がある方がいらっしゃいましたら、ぜひとも会場までお越しください。詳しい情報などは説明欄から戸田みどりさんのホームページを掲載してありますので、リンク先から確認をお願いします。多くのご来場をお待ちしております。